あれだね、今回ならですね、今回はですね、本日の動画なんですけども、11月の5日にですね、あつ森で超大型アップデートが実装されると思うんですよ。なんか新しいリアクションが増えたりとか、新しい髪型が増えたり、カメラアプリが進化したり、料理もできるようになったりとかね、でもなんか進化するわけなんですけど、それはいいんですよ。もうめちゃくちゃ進化するのはもうすんげー嬉しいし、それはいいんだけど、マジで熱盛の大型アップデートで問題になってくるのはやはりマイルなんですよ。はい、こちら今画像出してると思うんですけども、こちら全部ね、11月5日のアップデートで実装されるものなんですけども、活かすヘアアレンジとか、1200マイルとか必要だし、リアクションをね、ゲットするだけでも3300マイルとか、とんでもないマイルが必要になってくるわけですよ。多分ね、2万マイル以上は必要なんじゃないかなっていう。この画像に映ってるだけでもね、かなりのマイルが必要になってくると。そんなにマイルっていう方のために今回はですね、若坂さん流のおすすめの超大量にマイルがガッポガッポ稼げる方法何個か紹介していきたいと思います。久しぶりに赤坂さんの動画でためになる動画じゃないですかこれ。まずは基本的な勝ち場所方がいきましょう。もう一回ですか。まずは基本的な場所からやっていきましょう。で、まずここですね。このタヌキマイレージのミッションをクリアする。まあ、これは初心者向けかな。こういう昆虫ハンターへの道。まあ、虫をいっぱい捕まえてマイルを集めたりとか。釣りをめちゃくちゃしまくってマイルを集めたりとかね。まあ、一つ目はこれ。で、二つ目はこちら。タヌキマイレージプラス。まあ、これは結構ね、マイル溜まりやすいです、これは。まあ、これとかね、住民挨拶キャンペーン。3人の住民に話しかけるだけで200マイルがもらえると。しかも、かける2。住民に3人に話しかけるだけで400マイルゲットできると。やっていきましょう。さあ、これ今3回話しかけて、もうゲット。これでもう400マイルゲットです。いきますよ。67,300 マイルが、67,700 マイル。めちゃくちゃ地味な溜め方だけど、意外とこれが、一番溜めやすいまである。多分。で、次ですね。こちら、タルポートなんですけど、こちらのタルポートにログインするとですね。ロキケーツマルチミディアタルポート、タルポートでございます。1日1回のタルポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。1日目50マイルとなってるんですけども、このタルポートに1週間連続でログインするとですね、300マイルがもらえるんですよ。毎日毎日タルポートにログインすると、もう1日300マイルが絶対にもらえるんですよ。だけど、連続ログインが途切れてしまうと、もらえるマイルが1日目の50マイルに戻ってしまうということで、もう毎日ログインしないといけないんですけども、確定で300マイルもらえるってことで。で、お次に、これはもう結構有名な前のため方ですけど、お正月マイル。これはね、意外と溜まります。まあ、時間変更が必要なんですけども、まず日付をですね、1月2日の朝4時58分に設定します。まあ、57でも58でも何でもいいんですけど、まあ、ギリギリ、朝の5時になるギリギリにします、とりあえず。で、これ OK します。で、一回セーブして終わります。あ、これで、急いで案内所に入ります。急いで朝の5時になるまで急いで案内所の中に入る。オッケー。で、これでタヌポートにログインしようとすると、タヌキマイレージプログラム運営より新年のご挨拶でお呼び。新年明けましておめでとうございます。ちょっとフライングしてるね。まだ10月だけどね。ちょっとフライングしてるけど、まあいいか。昨日は大晦日による案内所休業のためタヌポートをご利用いただけなかったことを、心よびお詫び。いたしまーす。本日アクセスいただいたお客様にはお詫びとして500マイル金付与させていただきますってことで、はい、来ました。またこれまでのアクセス状況に関わらず、明日の時点の連続アクセス日数を7日以上とさせていただきます。まあ、1月1日はですね、タヌポートが使えないんですよ。で、そのお詫びに1月2日にタヌポートにログインしようとするとお詫びに500マイルがもらえると。しかもですね、今からここお外出ますよ。お外に出ます。そしたら、校内放送が始まると。さあ、姿勢茶葉が出てきましたー。まあ、これでもう一回案内所の中に入ります。で、これでタルポートログインすると、ああ、こちら !7日以上連続ボーナス300マイルがゲットって入ります。連続ログインしてなくても、連続ログインボーナスに設定されるんですよ、勝手に。だから、これをすることによって、もう僕私、800マイル手に入りました。イエーイ
なんかできそうなね、なんかタヌキマイレージプラスこのミッションがあったらやるのがおすすめです。ほら見てください、お花にチョロで水やりするだけでね500マイル今の手に入るんですよ。さあ水やりして、さあ水やりして、さあもうこれで、これ今水やりしただけだけど、これで500マイルゲットでございます。これは効率がいい。でこれでですね、マイナスボタンで、まあ、この画面にします。セーブして終わるのこの画面にして、もう一回ホーム画面に行って設定 でもう一度1月2日の4時58分ぐらいにします。でこれでもう一回セーブして終わります。そしたらまたお詫びで500マイルをもらうことができて、そしてプラス300マイルもらうことができて、800マイルもらえて、無限ループです。こっから無限ループすればもう800マイル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 無限にもらえるわけですよ。これよりいいマイルの集め方ありますよっていうのがあったらですね、コメント欄にぜひぜひ書いてください。いや、静江さんお掃除してるね、すごい。静江さん、そこどんだけ埃あんの。